今回はこちらの材料を使ってお菓子作りに挑戦したいと思います。はい、今回はですね、リクエストをいただきましてありがとうございます。はい、いつもねコメントいただいているどんちゃんさんのねリクエストにお答えしましてですね、今回はスイーツ作り、スイーツと呼んでいいものか分かりませんけれども、ホットケーキミックスの粉でですね、7色のカラーのねレインボーケーキというものをね作ってみたいと思います。はい、レインボーケーキはですねとってもね可愛くって、もうね女の子がね女子が大好きなようなケーキなんですけれども、まあ、私はねそんなキャラではないんですけれども、まあ、じゃあ、結構好きでございます。はい、そして、どんちゃんさんいつもねコメントありがとうございます。もうねほら誰も見てくれてないと思っている動画をですね、まあ、頑張る気になるのは温かいコメントいただいたり、まあ、そういうことがあるとね私の本当に励みになっております。いつもありがとうございます。はい、それではやっていきましょう。はい、そうしましたらですね、まずはね米粉の、パンケーキミックスをねちょっと調合していきたいと思います。はい、米粉はですねまず 150g をね測っていきます。いいでしょう。はい、そしてね次はねベーキングパウダーですね。こちらね 10g と書いてあったんですけれども、まあ 10g といってもねこちら微量のパウダーなのでそんなに必要あるかなと思いながらね、まあ 9g にしておきました。でお次はですねこちらコーンスターチと書いてあったんですけれども、コーンスターチもお家になかったので片栗粉で代用しております。はい、続きましてはですねお砂糖ですね、お砂糖はね天才糖を入れております。そしてねこれ全部入りましたらこんな感じでね袋にね空気を入れまして、まあシャカシャカとするわけでございます。こんな感じにしたらこれをね待て。はい、そうしましたらですね、今ね調合したこちらの粉をですね今度は液体の生地にしますので、卵とね牛乳と合わせましてですね液体の生地を作っていくわけです。私はですねいつもね卵1個って書いてあるとこ2個入れる人ですから、適当な感じでねそれで牛乳と合わせまして、大体のこの生地のなんていうのかな柔らかさというのをね手で確かめながら作っていく人間でございますよ。はい、結構薄くなっちゃってクレープの生地になったりする時もありますけどね。オープン。うわあ、え？ちょ待って。え？え？ちょっと待って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 。ああ、びっくりした。下にあった。いやこれなんか発色入ってるって言ったのにこんだけしかないかと思って。いやびっくりした。ああ、ここの下にね、下の段もありました。ああ、びっくり。ちゃんとありましたよ、ほら。こんな感じでね。はい。出てきました。おお、びっくりした。でね、カラーはこんな感じで、なんか透明のね、ジェルみたいなね、そんな感じのカラーでございます。はい、これをね、今からちょっと作っていきたいと思います。そして、まあ、レインボーはですね、7色ということで、まあ、これでね、いらない色があるんですよ。はい。こちらです。ブラウンはいらないですね。はい、ブラウンを除いたこちらのね、2、4、6、7ですね。はい、7色で今日はレインボーケーキをね作っていきたいと思います。はい、そしたらですね、このね山崎春のパン祭りでいただいたですね、こちらのねお皿が大量にありますので、こちらにね7枚、1、2、3。4、5、6、7、そう、7枚持ってきました。こちらにですね、まずこちらの、米粉のパンケーキミックスをまずこちらに入れましてですね。で、そして、カラーをつけていくといった、そんな感じでね、やっていきたいと思います。こんなもんかな。
れすぎたかもしれないわ。これは。はい、そしたらですね、他の色もね、こんな感じでね、一回だけね、入れて混ぜていきます。わ、これ赤入れすぎたんだ。わ、失敗じゃん。うわ、すごい。こりゃ、濃そうだ。うーわ。これで最後ですから、はい。これが本当の赤ですね。7色ね、はい。これ本当に？こちらがね、最初に入れすぎたピンクなんですけれども、この時ね、全然色の差が分からなかったんですよ。でもね、こうやって後から見直してみると、ピンクと赤の差ね、結構分かりますね。左上からね、オレンジ、紫、緑、黄色、これは危ないやつですね。これが混ざるとね、緑になっちゃいます。これは危険ですよ。これは早急に対処しないといけませんね、これは。黄色、赤、ピンク。うわー、この差がね。いや、実はね、ピンクをね、2回入れちゃったんですよ、私は。これね、失敗かもしれないですよ。でですね、最後は皆さん大好きブルーね。はい、こんな感じでね、7色今作りましたよ。はい、これかわいいですね。はい、それではね、加熱。はい、そしてね、バターをですね、ちょっとだけね、敷きましょう。お、いいじゃないですか。はい、はい、はい、はい。はい、綺麗にね、焼き上がりました。こちらはね、乾燥しないようにね、サランラップしておきます。